分かっているのか。多大な犠牲を払ったのだぞ。手に入ったのがクズ説とあっては、墓に沈んだ者も浮かばれぬわ。魔女を捕らえて、あの釜の秘密を吐かせてやる。知らぬというなら、首をはねるまでだ。誰か、勝手に行こうとするあの愚か者を止めてまいれ。まさか、このわしに本気で歯向かうわけでもあるまい。わしが魔女を探しに行く。グエンドリン、後を頼む。お待ちください、お父様。一国の王が城を開けるなど一大事。私が魔女を逃がさなければ、こんなことにはなりませんでした。どうか私に挽回のチャンスを。魔女を捕らえてまいります。グエンドリン、待て。はい。いいか、魔女を手荒に扱うな。彼女は、いや、彼女は身分あるものだ。礼を尽くせ。王のおっしゃるがままに。何度も逃しはしない。望みは叶わぬぞ、ワルキューレ。私を追い詰めようと答えは同じ。戻って魔王に告げるがいい。お前たちの訴えなど聞く耳はないと。お前に選択の余地はない。あくまで結晶炉を動かさぬと言うなら、その魔装と私の鎖は共にサイファー。戦えばお互いただでは済まない。臆したな。虚勢を張ってもその程度。命が惜しいなら王命に従え。触れずに置けばいいものに触れ、命を縮める無知も。あの結晶炉を使えば遠からず世界に終焉を招くのです。私の祖国バレンタインを襲った悪、それもあの呪わしい結晶炉が引き金となった。あれは最悪のもと、あってはいけないものなのです。一夜にして滅びたという魔法大国バレンタイン。お前たちの言う終焉の話なら知っている。世界が5つの災いで破滅するというバレンタインの予言。その災いの一つ、絶望を吐き出す大釜、そう書かれた下りが結晶炉を指すというのだろう。だが所詮は滅びた国の迷信、真に受ける者はいない。大陸全土で戦争が始まり、勝ち残った国が全てを支配する。お前たちの国で信じられる未来こそ魔王に都合の良い虚言なのです。王が皆を騙しているというのか。愚弄すると許さんぞ。さあ、戯言はそこまで。必要ならばお前の命を奪ってでも。待て、二人とも戦いをやめるのだ。お父様、なぜここへ。こんなことになっているのではないかと来てみれば。砲台。二人は傷つけ合ってはならぬ。下がっておれ、グエンドリン。そしてこれからの話に口を挟むでないぞ、ベルベット。一段と面差しが母に似てきたではないか。我が娘よ、なぜ私の邪魔をする。娘などと呼ばれたくありません。私が何も知らないとお思いですか。バレンタインとラグナ・ネイブル、二国の戦いの最中、あなたは王女であった母に身分を偽って近づき、歓言で惑わした。そして母が身ごもると見捨てて逃げたのです。母は敵の子を産んだために父王の怒りを買い処刑されたのだ。あなたのその手で殺したも同じこと。それは違う、娘よ。わしらはお互いに何者か知らなかったのだ。
逃げたのではない、引き裂かれたのだ。わしは本当に王女を愛していた。お父様、それごとを。母を愛していたというのなら、そこにいる娘は何なのです。あなたなど父とは思いませんし、望みを叶える気もありません。これはこれは、王を追ってきてみればとんだ修羅場。かつての敵国の女とそのようなことが。ブリガン公、突然滅んだとはいえ、バレンタインは我らが旧敵。血で血を洗う戦いの最中に王が敵の王女と通じ、ここまで儲けていたとは。いやいや、国民もさぞ混乱するであろう。だがわしは王の忠臣、口が裂けても他言はするまい。だが例の釜の話はそれとは別だ。さあ一緒に来てもらおう、魔女殿。力ずくでも釜は動かしてもらうぞ。妖精国の諸侯の半数がメルヴィンを支持し、半数は様子見じゃ。宮殿を占拠したメルヴィンは女王を捕らえる兵を出そうとしておる。こちらに着くのはエルファリア様に忠誠を尽くす少数の部隊です。宮殿の一角に立てこもり抵抗を続けている者もいるようです。誰か何とかできないの？何とかしなさい。とんだ甘ったれだ。いつも誰かが自分のために何かしてくれると思ってるようだな。それじゃ難しいだろうよ、女王になるのなんてのはな。まずお前が立たねば誰も従うまい。カエル、お前。そうね、お前の言う通りだわ。宮殿へ戻ります。私と共に戦ってくれる者はついてきて。派手におやりになられましたな。あなたは完全に包囲されている。わずかなお味方が制圧されるのも時間の問題。諦めなさい、あなたに王は務まらぬ。傀儡の王となり私の言うままになるなら、先代女王に恩ある者として生かしてあげようではないか。お断りだわ。それならば仕方がない。メルヴィン様、どうした？カエルです。わけがわかりません。あの下等な輩が宮殿中に現れて兵たちは混乱しています。ちっ、頼りにならぬ。何をしたかは知らぬが無駄です。あなたの持つその魔弾の石弓はなるほどお強い。だがあなただけがサイファーを持っていると思わぬことだ。オズワルド、戦場で恐れられる魔剣の味、女王自身で試してみられる。舞台は総崩れです。どうすれば。新たな軍勢です。宮殿はすでに包囲されています。やはり寄せ集めの集団では踏ん張れんかったか。革命は失敗だ。メルヴィン様はどこに行かれた？我らも逃げるんだ。どこへ？どこにも逃げ場はないぞ。私の魔剣があんな小娘に遅れを取るとは。メルヴィンか。
目が霞む。どこだ。見えない。その様子では時間切れだな。役立たず。こんな時に潰れてしまいよって。魔剣の次の使い手をもっと早くに用意しておくべきだった。俺の代わりだと。メルヴィン、本当に魔剣のために俺の命を。嘘だ。そんな。俺はお前の何なんだ。答えろ。メルヴィン。お前は私の持ち物に過ぎない。捨て駒だ。私が王になるための。いたぞ、こっちだ。もう逃げられはしないぞ、反逆者メルヴィン。我が命運もここまでか。大地よ、今我が命が変える。天よ、名は変えそう。我が名はメルヴィン。真の名はニーズ・ホック。運命に抗い、トメリコの根をはむものなり。俺は今まで何のために生きていたんだ。動くなよ魔剣使い。もう観念しろ。なんだあれは。死神だ。哀れだな、クロシア。命を懸けて求めたものは幻だった。お前の絶望の味が心地よいぞ。生きながら己を腐らせ、死して名を繋がれるのがお前の定め。さあ、招こう、死。陛下、反乱は鎮圧されました。メルヴィンは？最後まで抵抗を続け、名を天に返されたようです。黒い剣士も死神に連れられていくのを見た者がおります。そう。おい、宮殿のカエルたちは殺さない方がいい。あのカエルの正体は兵隊たちだ。この薬を飲ましてやれば元に戻る。メルヴィンの兵をカエルに変えたのはお前なの？そうだ、変身の薬をちょいとあいつらの飲み物にな。さあ、加勢もしてやったし、そろそろ約束を果たしてもらうぜ。見ての通り今はカエルだが、もともと俺も人間だ。ところが俺のは普通の呪いじゃないらしく、試してみたがその薬では戻らない。俺の知ってる限りでは、力を持つ妖精との接吻で解ける呪いの類に違いないんだ。妖精の王族なら力ある妖精と言えるだろう。え？さあ、俺の願いに。できないわ。ヌルヌルの毒ガエルなんかに口をつけるなんて。妖精の女王ってのは約束破っても平気なのかい？心の準備をするから時間をちょうだい。なあ、おい、ちょっとやるだけじゃないか。目をつぶってやってくれよ。そうよね。そうなんだけど。女王陛下、大変でございます。何事か。ドラゴンです。突然襲ってまいりました。ベリアルが？魔法使いベルドーの差し金か？いえ、我らの知らぬドラゴンです。急いでお逃げください。すぐそこまで迫っています。
陛下、お逃げください。お前たちがたとえ燃えたける風のように矢の雨を降らせようと、我が鱗を一枚たりとも損なうことはできん。ふざけおって、お前のような小娘が女王だと。私が女王よ。ならば思い出せ小娘、お前たちがしでかした罪を。ここへ来たのはそのためだ。お前たちのことを唯一憂えた竜ハインデルを殺し、未来を混沌へと導いた罪深い剣。さあ、黒い剣士とやらを出せ。竜に手を出したらどうなるか、自然の断りを教えてくれよう。ハインデル？何のこと？かつてメルヴィンが魔剣を女王に認めさせるために、勝手に魔剣士を剣竜ハインデルに差し向けたことがありますのじゃ。なんてこと。竜よ、黒い剣士はもういません。彼もその命令を下した者も今は亡き者。妖精は昔から嘘ばかりつきおる。そんな戯言が信じられるか。竜を倒せるほどの剣士が誰に倒されたというのだ。今おらぬというなら時間をやろう。奴を連れてこい。我が名はワーグナー。ホルン山の山頂にいる。来なければもう一度こちらから訪れることになる。その時は予言書にあるように我が火炎で森を焼き尽くしてくれる。どうしたらいいんじゃ。魔剣士はもういないというのに。ああ、女王が立たねば誰も守れない。私が山に行ってもう一度説明してみるわ。陛下。魔法炉をどうやって止めたのか、鍵となるものがあるはずじゃ。魔女よ、命が惜しくば話すがよい。知ったところでそなたたちにはどうすることもできません。コルドロンを制御できるのはティトレルという名の指輪。指輪は今竜のもとにあります。誰もがその名に震え上がる恐ろしい竜、ワーグナーの腹の中に。なんということじゃ。よりによってワーグナーとは。王よ、我が国にこれほどの仇を成した女をどうされる。コルドロンの魔力が使えねば、いずれ来たる最後の戦いはかつての悲壮なバレンタインとの戦いの再現になろう。兵や民に何と説明されるのだ。分かっておる。こやつの血を竜に捧げ指輪を取り戻すのだ。魔女を生贄にする王命を。血で皆の憤りを抑えよう。おや、王は浮かない顔だ。何か魔女をかばわねばならないわけでもあるのかね。かつて我らを苦しめた国の娘と我が王の間に何か。ブリガン、お主。王命は告げられた。その魔女は生贄とする。連れて行け。お父様、あの人ベルベットという人はお父様にとってそんなに特別なのですか。あの子は愛しかった王女に生き写しだ。また失うのか。グエンドリン下がれ。わしの苦しむ様を見るではない。
お母様や姉様は王のために尽くされたのに、あのような言葉をいただいたことは一度だって。放っておけば彼女は処刑される。そうなれば王の娘はもうあなた一人、寵愛もあなたのもとへと移る。そうね、このまま彼女がいなくなれば。けれどお父様はもっと苦しむわ。あの人が救われなければ、あなたを顧みもしない人のためにあの女を救い出そうというの。行けば反逆罪、この王城にはもういられない。それでも行くというの。救いようもない。自ら選んで処刑台の階段を登っていくなんて。いないようだな。この女の言うように本当にここにワーグナーがいるのか。探してこい。全員行け。留守で幸い。どちらにせよ竜などと会う気はないがな。お前の命など捧げたところで竜がおとなしく宝を出すはずもあるまい。かえってこちらの命が危ういというもの。何をする気？ここでお前は竜に殺された、そういうことになるのだ。このブリガン様のために。どうした？逃げなさい、早く。死にたくなければ行くのです。グエンドリン、バカなことをしたものだな。ただ結晶論のことで許せないというだけではないな。なぜ彼女の死をそれほど望むのだ？聞きたいか？あの女が死んだ後、魔女が王の娘だったと国中に教えてやるのさ。敵との間に子を設けた挙句、その子を殺した忌まわしい王だとな。王にふさわしいのが誰なのか、民も考え直すだろうよ。王に重用される戦士にこのような下びた男がいようとは。まずお前と遊んだ後にあの女を再び捕まえて生贄だ。命乞いをしてみろ。新たな王の寵児として生かしてやらんでもないぞ。逃げた魔女がいたぞ。こっちだ、捕まえろ。囲まれてしまった、逃げきれない。来なさい。お前は どうして私を助けるの？父はあなたの処刑に深く苦しんでいます。とても悔しいけど、父はあなたを愛しているの。お願い、嫌わないであげて。姫様、お引きください。手を出すな。彼女を生かせよ。あちらにブリガン殿が倒れておる。姫様が乱心された。なんということだ。おう、わしに逆らう者がどうなるか知らぬわけではあるまい。この娘はあなたのために私を助けようと。あなたの娘である私。やめて、それは言わない。兵が聞けばお父様の立場がない。グエンドリン、自分が何をしているか分かっているのか？なぜお父様がここへ現れたか心中よく存じております。それゆえに私はこうしているのです。皆聞くがいい。
私は王命に逆らう反逆者。この娘が逃れるまではたとえ王であろうとここは通すまい。王に対し何という。一歩でも近づけばこの槍が貫くぞ。あなたの鎖をさあ行って早く。クエンドリー、どうにもならぬわ。わしに逆らい重臣の命を奪うとは、王女といえど厳罰は免れん。そうでなければ臣民に示しがつかぬ。震えているわね。後悔しているの。申し開きはありません。覚悟の上でのことです。どのような罰でも甘んじてお受けいたします。反逆のワルキューレよ、すでに与える刑はしきたりで決まっておる。これから眠りの魔法がお前を闇へと連れ去るだろう。次に目覚めるとき、お前の心は行きずりの男のものとなる。お前を征服するその男に誇りと名誉を奪われ、生涯仕えながら子を産み、そして老いてゆくのだ。構いません。お父様を苦しみから救えたのなら。ほう、早まったことを。お前も私の大事な娘であることに違いはないのに。それこそ私が待ち望んだ言葉です。お父様。待ちわびたぞ。黒い剣士はどこだ。答えたはずよ。彼はもういない。私が彼を倒したのだから。なんだと、今も震えているお前が。この寒さの中で立っているのもやっとのお前がか。お母様から受け継いだこのサイファーが見えないの。私が言っていることは真実よ。いい度胸じゃないか。友を殺した者と同じドワーフの武器を突きつけるとは。お前では鱗一つ傷つけられまいが、我が激凛には触れたぞ。黒い剣士を倒したとほざく、お前の腕前見せてもらおう。ワグナ、黒い剣士は死の国へ去りました。私たちは竜に手を出さないわ。手は出さないだと、よくも言えたものだ。誇り高い竜をまるで飼い犬のように使うお前たちが。あのドラゴン。思慮の足らぬお前のような小娘では到底女王など務まるまい。だがその武器の力は本物だ。黒い剣士を倒したのは信じよう。それに確信も得た。サイファーはやはり我らにとって脅威だと。いずれ許しはしない。野放しでおくと思うな。この弓は悪いことには使わないわ。本当よ。聞こう。ではその力で何をしようというのか。魔王を倒します。それはいい。愚かな魔石使い同士、せいぜい潰し合うがいい。無理だな。誰、カエル。そのサイファーでは魔王のバロールには逆立ちしたって勝てやしない。で、こんな
の寒いところはカエル向きじゃないな。まあ、あんたが無事でよかった。私を追ってきたの？ちょっと、本当にご無事でよかった。先生の容体は悪いの？まだ意識が戻らずに伏せっております。時々上言で終焉のことを。先生間違いないな。オーダインは娘にその魔法をかけたのだな。そうよ、話して痛いわ。何をしているの？離れなさい、スカルディ。これは王女様、別に何でもございません。ミリスではありませんか？ああ、ベルベット様、暇を出されてあの王城より帰ってまいりました。あの魔法使いどうしたの？わからないわ。魔王の城から追い出されたと話すと、あの魔法使い目の色を変えて。追い出された？魔王の城で何があったのです？私がお世話していたグエンドリン様が罰を受けて国を追われてしまったのです。彼女はどこに？森の古城へ幽閉されることになりました。あの子が。許してミリス、これは私のせいよ。私を救ったがために彼女は身代わりとなってしまった。そんな。ベルベット様。いいえ、このまま手をこまねいてはいられません。ベルベット様。ああ、ここにいた。目が覚めたと思ったらすぐに飛び出すんだから。気分はどう？まだ寝ていた方がいいと思うけど。姫は、姫は無事か？ベルベット様がここに連れてきてくれたのよ。彼女はどこに？今ここにはおられません。なんだか慌てて出て行かれたわ。メルビンは名を返したか？ブロム、俺は何者なんだ？教えろ。メルビンは人里離れた一軒家からさらってきたと言っておった。その家には病んだ夫と若い妻、赤ん坊のお前だけだったと。俺の両親は相次いで亡くなったと聞いた。むごいことに加担してしまった。幾人もの人間を勇気に変えた我らが浮き目を見るのは仕方がない。だがお前はかわいそうに。哀れみの目を向けるな。今さら哀れんだところで何になるというんだ。すでにこの手は血まみれだ。俺自身ですらこの身を哀れむ気にはなりゃしないのに。オズワルド。震えが止まらない。死が怖いんじゃない。俺は愛する者も愛してくれる者もいない。生まれた意味などなかったようにこの胸を何も満たさず終わるんだ。それがたまらなく怖い。メルビン、お前の本心など知らなければ死に場所を得て満足のうちに命を終えることもできたのに。お前のために。だがもう何もない。不思議だ、こんなところに鳥が。なぜだろう、あの鳥。思い出せないが知っている気がする。あ、行ってしまった。幻か
だが俺には救いの光に見えた。もう一度見ればはっきりとわかるかもしれない。探そう。それが唯一俺の両足を支えるのなら。魔王のバルブルに打ち勝つ方法ですか。陛下の石弓や魔剣を作り上げた名鍛冶師のブロムならばもっと強力なサイファーを作れるかもしれぬ。だがあやつはメルヴィンの手で生きながら死の国へ送られてしまった。生きているなら死の国から連れ戻せないかしら。なんと恐ろしい。そのような地あのベルドーでもやすやすとは行けはしますまい。そのベルドーも反乱以来行方知れず、連れ戻すなど無理ですじゃ。そんなに魔王のバロールに対抗したいのかい。カエル、元気になったのね。ようやく温まったよ。危うく世界の終焉まで冬眠するとこだった。助けてあげたんだから口づけの件は終わりね。それとこれとは話が別だ。俺は助けてくれなんて頼んだ覚えはないぜ。あんたが勝手に助けたんだ。約束とは違うだろ。なんですって。こんなカエル助けなければよかった。それではお礼にその魔法使いのことを教えるよ。ベルドーは三賢人と呼ばれる魔法使いのうちの一人だ。今頃は三人仲良くつるんでいるのかもな。あいつらが根城にしてる場所ならよく知っているぜ。どこなの。タイタニアの地下水路。カエル殿、どうしてそのような情報を。俺をこんな姿にしたのが三賢人の一人ウルズールというやつなんだ。ベルドーの罪を許して協力させましょう。タイタニアへ使者を出して。それやめた方がいいと思うけどな。